はい、皆さんこんにちは、星の子です。ちょっとスピンで申し訳ないんですけど、今から一人ランチの時によく作るとっても美味しいヘルシーなカルボナーラを作っていきたいと思います。カルボナーラって結構こってりとしたイメージで、こうカロリーも高めっていうイメージだと思うんだけど、なるべくヘルシーに仕上げるために3つのポイントがあって、まず1つ目はそもそも麺を玄米スパゲッティに変えちゃう。これよく登場すると思うんだけど、私の動画でトップバリューの玄米で作ったスパゲッティ、その玄米のパスタ麺にすることで糖質も抑えられるし、玄米食物繊維とかビタミンも豊富なので栄養面でも玄米パスタの方がいいなと思って、最近玄米よく取り入れてます。こちらを使っていくのと、あと2つ目はカルボナーラの生クリームを使うと思うんだけど、その生クリームを使わないで今回は無調整の豆乳を使います。無調整と調整豆乳ってあると思うんだけど、無調整は分かりやすく言えばもう水と大豆だけで作られた豆乳です。なので無駄なものが一切入っていないので、大豆独特な匂いとか味っていうのはありますけど、イソフラボンとか大豆タンパクっていうものが無調整の豆乳の方が豊富です。なのでこちらの無調整タイプを使っていきたいと思います。で、3つ目にチーズも使うと思うんだけど、最近チーズ、まあ、これはあんまりヘルシーに関係あるかどうかわからないんだけど、私のビーガン 97% 植物シュレッド、私のビーガン 97% 植物シュレッドっていう植物由来のチーズを最近使うようにしてます。動物性のチーズは乳アレルギー物質でもあって、生産過程で環境に負担がかかるっていうことで、海外では植物性のチーズを使うっていうのがもう主流になってるっていうのを知って、そこから植物性のチーズって調べたら、なんかまずいとか美味しくないとかとろけないとかっていう口コミがたくさんあって、でも絶対美味しいのあるはずだと思って調べて買ったのがこちらです。これ普通にとろけるし濃厚だし植物性と思えないので、これおすすめで、しかもね3つで Amazon で1598円だったから、これこの辺でヘルシーにしていこうかなっていうのと、カルボナーラといったらベーコンじゃないですか。ベーコンはやっぱり使いたいけどね、ブロックタイプ結構脂身があるので、焼くんじゃなくってパスタと一緒に茹でちゃおうと思います。私はマッシュルームも好きなので、マッシュルームも今回入れたいと思います。はい、今日はパスタと、まあ、簡単なサラダとスープ、この3品パパッと作っていこうと思います。やっと料理ができる。今とりあえずスープは作ってて、サラダから作っちゃったな。今日はサラダは最近ウタンがね好きなえのき茸と、あと貝割れとこの辺使ってサラダを作っていこうと思います。食べやすい大きさに切ったえのき茸を入れます。とほぐして、これでちょっとね塩を振ります。ちょっとだけお水を入れます。ちょっとしなっとさせるために電子レンジで2分半チンします。このマッシュルームを切っていきます。なんか大丈夫そう、アングル。ちょっとさ、カメラがさないのよ、修理中で。すいませんね、画質良くなくて。私の大好きなマッシュルームたくさん使おう。キノコ類は洗っちゃうと旨味成分が逃げちゃうんでね、ちょっと汚いなと思うところは拭き取ります。あ、電話だ。はいはい、いや、ちまった、俺今日ん夜ご飯約束しててさ、夜ご飯約束し電波は、電波は夜ご飯、誰かと約束してたみたいだ。え、嘘でしょ。まあいいや、別にウタンと食べれば。はい、ここのヘタのとこをちょん切ります。ちょん切って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 、はい、そしたらちょっと薄めにスライスしていきます。はい、切りました。おかえりじゃん。くも頑張った。ほんと、どうだった、またパーフェクトだった。さすが。これでベーコンを食べやすい大きさに切っていきます。私は結構分厚めのベーコンが好きなんだけど、ウータンが食べやすいようにちょっと細めに切っていきます。 OK。 次、ニンニク、ちょっと細めに切りましょう。粗みじん切りにします。ていうか、カルボナーラ俺も食べるよとか言いながらご飯屋さん行っちゃったけどさ、カルボナーラって作ってすぐ食べないと美味しくないよね。ダマダマになっちゃってさ、だから作って置いとくわけにはいかないな。
ちょっと急遽ウータンと私だけの量を作ります。ニンニクはたっぷり使います。ちょっと切りすぎたかな。水分が出てきてるのでキッチンペーパーで取ります。軽くでいいです。ただここに貝割れを入れます。貝割れ貝割れ。ここにもち麦ミックスを入れます。ここにマジックソルト、エキストラバージンオイルで、紀ノ国屋の贅沢な卵かけトリュフ醤油、これ卵かけご飯にかけるとめちゃめちゃ美味しい。これをちょっと入れます。あ、そうだ、パパいなくなったからトマトが入れれるぜ。入れ放題入れ放題。よし、これで色映えも良くなりましたね。いいじゃん、美味しいよこれ。絶対初めてなんか適当に作ったけれども、はい、美味しすぎます。待って、めっちゃ美味しいんだけど、これこれ最高。卵は普通に2つ作っていきます。なんかよりヘルシーにしたい人はこの黄身を抜いて白身だけ使うといいみたいですよ。卵は溶いておきます。ダマになりにくいようにここでサラサラによく混ぜておくのがポイントです。こんな感じで箸でつかめないぐらいサラサラにしましょう。ここにこのチーズを入れます。粉チーズでもいいです。で、豆乳を大さじ4、5、6杯ぐらい、塩を少し入れて、ちょっとだけコンソメ入れます。本当にちょっとだけ、子供も食べるので胡椒は後で振りかけます。パスタを茹でます。オリーブオイルと塩を入れます。こちらにオリーブオイルを引いてニンニクを入れます。マッシュルーム入れます。パパのは後でまた食べるって言ったら作ってあげようと思うので、切った材料をパパよりちょっと残しておきます。はい、こんな感じです。ちょっとゆで汁を入れたと入れていきます。これはね、4分ぐらい入れていきます。ここでベーコンもパスタと一緒に茹でちゃいます。ちょっとね、この麺はほぐすのが大変、結構くっついてるので、内側にこれを流し込みます。ちょっとまだね、ダマになるのは怖いから火をつけません。茹で上がる寸前でちょっとずつ火を通していきます。弱火でね。スープも仕上げちゃう。コンソメスープです。スープ完成。今日はね、きのこと玉ねぎのシンプルなコンソメスープです。ウータンも大好きなので。じゃあもうすぐですよ。お腹すいた、お腹すいたってずっと言われてます。ちょっとね、普通の麺と違って固めなので、玄米のパスタは、うん、大丈夫そう。じゃあここに移していきます。すでに弱火ついてます、火が。ここで一気に混ぜます。あ、ちょっとね、卵になっちゃった、やばい。一気に混ぜて、一気に混ぜて、一気に混ぜて、出来上がり。オッケー、はーい、できました。はい、いただきます。カルボナーラの完成です。で、コンソメスープとなめたけ。あー、やんなちゃんはこの子なんだったっけ、これしめじか、違うね、やんなちゃん、本当に。いや、簡単なサラダです。このパスタぜひ美味しいので作ってみてください。濃厚なんだけど、普通のカルボナーラよりも若干ヘルシーに仕上がってます。じゃあママもいただきます。ウータン食べてるとこ映したいんだけど、なんと今肌着なのでそういうこと言わないでた、映せないんです。ではいただきます。カルボナーラは私パスタ屋さんとかでもクリーム系とかカルボナーラ系食べないんですよ。こってりだしカロリーも高そうなので、いつも和風系かオイル系を食べてるんだけど、これだけちょっとヘルシーめに作れるのはやっぱり自分しかいないです。何言ってんの私しかいません。自分で作ったものはどんな材料で作ってるかがわかるから罪悪感なく食べれます。うん、きのこ美味しいでしょ。これね、ウータンが最近好きだから入れてみたよ。
一口を大きくいきます。ヤミーですね。待って、待って、そういう飲み方は良くない。温かいお茶とか飲むときにズルズルって飲むのはいいんだけど、冷たいものをそうやって飲むのはお行儀が悪い。ベーコン食べたい。ベーコンばっかりダメ。パスタ食べて。パスタ食べたらママのベーコンあげる。でもママさ、胡椒ついてるから。よく見えたね。普段胡椒ダメなんだよね。もう一粒の胡椒が入っててもってなるもんね。アレルギー。アレルギーじゃないけどさ。めっちゃ美味しい。ぷにゅぷにゅ。本当？ぷにゅぷにゅ。トップバリューの玄米パスタすごい美味しく食べれるからおすすめ。うん、大根が一番美味しいです。待って、今日大根使ってないんだけどママ。これじゃ何？玉ねぎ。あ、玉ねぎ。でもこの玉ねぎめっちゃ美味しい。美味しいよね。トロトロしてて。うん。いや、これが一番美味しいかもな。インタンだって基本コンソメスープ好きじゃん。うん。何でも。コンソメスープに入れれば何でも野菜食べます。みんなにもこのカルボナーラを食べさせてあげたいわ。